絶対に言われますから。鼻歌で童謡で森の熊さんを歌いながら会社を入っていくんですよ。スキップしながら、今日 YouTube で聞いてみてください。これ相当言われますよ、会社の時に。あんた大丈夫ってとにかく自分の機嫌は自分で取っていくってことです。これすごく重要ですよ。誰も皆さんの機嫌は取ってくれません。その時イライラすることがあった時、率先して森の熊さんを歌うべきなんです。僕の大好きなお釈迦様の言葉の中に、心は後からついてくるっていう話があるんです。感情なんかどうだっていいんです。とにかくその感情、否定的な感情を打ち消すような肯定的な言葉を口から吐き続けていく、肯定的な表情を続けていることによって心は後からついてくるんです。だから今の感情なんかどうだっていいんです。ネガティブな感情を打ち消すような肯定的な表情、行動、言葉、これをしなければずっとネガティブな感情は続いていきますよ。皆さんが不機嫌な時間ありますよね。この不機嫌な時間というのは、上から見ている神様はみんなストップウォッチを持っていて、皆さんの不機嫌な時間をストップウォッチで測っているんですよ。どうでしょう、皆さんがご機嫌な時間、不機嫌な時間、どっちが多いですか？不機嫌ですよね。だとすると、宇宙は律儀な倍返しという宇宙の法則があります。例えば皆さんが1日10分不機嫌でいると、宇宙は律儀な倍返しですから、必ず宇宙は皆さんを20分間不機嫌にする現象を振りかけてくるんです。これ嫌じゃないですか。だから無理くり自分の機嫌を自分で上機嫌にしていかなければ運気は上がってこないってことなんです。だから皆さんの周りにも、あの人ってさ、いつもなんであんな機嫌悪いんだろうね、あの人なんであんな悪口ばっかりで愚痴ばっかり、泣くこと、不平不満、心配事、妬み事ばっかり言ってる、あの人たちは好きで言ってるんじゃないんですよ。言葉って本当に大事なんですけれども、言葉には魂がある、言葉には魂があります。人間は必ずこの魂、言霊、言った言葉に必ずもう一回出会うようにできてるんです。だからムカつくって言った瞬間に、そのムカつくという言葉の魂がまた言いたくなる現象が降りかかってくるから、また言う、また言うからまた降りかかってくる、降りかかってくるからまた言うと、この負のスパイラルから抜けられない人たちなんです。皆さんの周りにもたくさんいますよね。だからあの人って本当さ、愚痴が好きだよねとか言いますけども、好きで言ってるわけじゃないんですよ。まさしく言うから降りかかる、このブーメランの法則のスパイラルにはまってるってことなんです。だからどっかで誰かが気が使ってあげて、この負のスパイラルを止めてあげない限り、その人の人生は一生変わらないってことなんです。言えば言うほど損をするのが自分自身だってことです。それは言葉だけではありません。表情もそうです、行動もそうです。全部自分に倍になって返ってくるってことです。いいことも悪いことも全部倍になって返ってくるんです。今日脱線ばっかりしてて、ここから本編入るよ。